はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、4月1日水曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきます。えー、それではね、えー、まず全体の相場感から振り返っていきましょう。こちら、えー、世界の株価の、えーえー、サイトをご覧ください。 昨日のニューヨークマーケット、ニューヨークダウンに関しては、月末にもかかわらず大きな下落という形でクローズいしました。前日比マイナス410ドルの終わり値で2万1917ドルということでね、ダウンの方は1.84%の下げということで、一旦はね、プラス圏に浮上する場面もあったんですが、まあ、引けにかけてね、大きく下げてしまったという状況でございます。 その流れを引き継いだ東京マーケット、日経平均に関しても続落ということでね、前日比マイナス851円。 終わり値で1万8000飛び65円ということでね、こちらはさらに大きく4.5%の下げというところでございます。まあ、えー、終始ね、マイナス圏に沈んでいたということであ,る、えー、ありますが、引け間際にね、少し買い戻しが入ったものの、えー、大したね、えーまあ、焼き石に水という状況で、結局はね、えー、大きな下落で終わってしまったというところでございます。 さらにね、その流れも引き継いでおりますヨーロッパマーケットもね、総じて2%から4%強の下げということでね、株式相場の方は昨日のニューヨークマーケットからね、難聴の状況が続いているというところでございます。 え加えてね、ね、えー、原油価格ですね。えー、今注目しております、原油価格の方も1バレル20.36ドルということでね、えー、20ドル界隈をうろうろしているということで、えー、なかなかね、えー、上がってこないというところが、今のね、えー、株式相場の低調にもつながっているという状況ですね。はい、えー、ということで、えー、まあ米ドルに、あともう一つ行く前にね、えー、今日経済指標が大事なものがございます。こちらをご覧ください。 今日のね23時に3月の ISM 製造業景況感指数というのがね発表されますが、こちら予想が44.8ということで、まあ、景気のね好景気、不景気の分かれ目のね50、これをね大きく下回る予想値となっております。まあ、こちらもねこれから実体経済に悪影響が出てくるだろうということでね、 こうした低いような予想になっているんですが、またね、これで株式相場が下げるという状況が23時以降ね、起こりうるかなというところなので、まあ、為替の方もね、円高方向、リスクオフに進むような状況かなという形でございます。それでは具体的にチャートの方を見ていきましょう。まずは15分足、約1日の時間軸のチャートをご覧ください。 以前にね、以前の動画では、えーまあ、ベイドルは、ね、短期的には反発するかもしれませんが、まあ、108円50銭から109円ぐらいで、ね、レジスタンスラインがありますよというお話をさせていただきました。これを、ねまあ、先に15分足よりも60分足ご覧いただきますと、まず、ね、108円50銭というのは前回の高値とちょうどボリンジャーバンドの上限というところで、ねまあ、ここで一つレジスタンスがあります。まあ、それを上は抜けた場合には、前回の、ね、高値の109円ジャス そうですねこのあたりで要線から陰線に切り替わったら、まあ、ショートのチャンスですというお話を、ね、させていただきましたが、前者の108円50銭、まあ、このあたりですね、一旦は上抜けたんですが、昨日の動画の解説の後にですね大きな下落に見舞われて、108円を割り込んでしまったというところで、こちらがね下落のトリガーになったという形ですね、そしてその後ニューヨークマーケットも東京マーケットも、ですねそしてヨーロッパマーケットの前半もですね108円を超えることができないということでね、 えー、少し、えーまあ、下に、ね、張り付きという状況でございますので、まあ、下方向に行く確率が非常に高くなったかなというところでございます。 再度ね、60分足戻っていきますと、今までね、約1ヶ月の時間軸となりますが、こちら移動平均線が、まあ、右下下がりということでね、112円の手前からね、結構落ちてきたというところでございます。一旦はね、この移動平均線、レジスタンスを今まで食らっていたんですが、こちらね、まあ、先週末からですねあ、今週の頭からですね、少し移動平均線を超えるというところがありましたが、先ほどお話しした通り、108円50銭のボリンジャーバンドの上 表現ですね。そして、えー、その前回の高値、えー、こちらでね、レジスタンスを食らってしまったことによって、えー、60分足ベースの移動平均線を割り込む、そして、えー、またね、右下下がりの移動平均線に切り替わってしまいましたので、もうしばししますと、えー、上からね、移動平均線が襲いかかってくるという形で、まあ、下方向に抜ける形が強いね、えー、チャートになっているというところでございます。まあ、こうなりますとね、ねやはりロングは取れないという形なので、こちら107円をね今回 ISM のところで割り込む 可能性は十分にありえますので、まあ、ロングをね。 するというところよりも、前回の安値を、ね、破ったところ、107円の前半になったところで、ね、しっかりとショートを組めるようにという形でよろしいかと思います。まあ、詳しくは、ね、移動平均線、これから迫ってきますので、まあ、ISM の経済指標、ね、23時ぐらいに大きな下落があればです、ね、それに追随してショートを取っていくという形が有効だと思いますので、それを参考にしていただければと思います。まあ、逆に、ね、上方向にいった場合は、少しトレンドが分からなくなりますので、 まあそういったところは、ね、無視していただいて下げたところは追撃で、ね、ショートを組んで、まあ、短期間で、ね、リ利益確定するというような動きでよろしいかと思います。4時間足も見ておきましょう はい、4時間足もね、結局は4時間足の移動平均線に反発したところでね、レジスタンスを食らってしまったというのが結果論としてございます。やっぱりね、上昇相場のところでは、右肩上がりの移動平均線に対しまして、平均足のチャートがその上側というところでございますが、逆に右下下がりに切り替わってしまった以上は、ですね平均足はその下側、そしてその平均足、移動平均線付近で、まあ、要線から陰線に切り替わるというね、 レジススタンスがあるるとととといいいううここでで、ね、全く逆の動きをすすろでございます今回、明確に、ね、4時間足でレジスタンスを食らってしまったということなので、まあ、こちらを、ね、下抜けるというのはもう時間の問題かなというところですので、まあ、そのトリガーが、ね、ISM 製造業、景気予感指数でなるかもというところでございますので、やはりショート目線で4時間足を見ても攻めていった方がよろしいかなという状況ですので、参考にしていただければと思います。 はいえー、以上で、えー、米ドル円の解説を終わりまして、えー、続いて5ドル円を見ていきましょう、はいえー、5ドル円の方も1段階下がってしまった状況ですね、えー、こちらは、えー、昨日の動画解説のタイミングですとちょうど、えー、66円を、ねえー、少し上回っているという状況でございました ニューヨークマーケットを下げましたが、結局のところ、ね、66円を挟みながら、うろうろしているという状況でございましたが、先ほど、ね、見ていただいた日経平均の値、ね、動きを見ていただければと思いますが、引、ま、け、あ、にかけてです、ね、13時から14時以降です、ね、大きく66円を割り込んでしまいますと、こちらも、ね、65円50銭のあたりに蓋をされてしまって、まあ、ヨーロッパ時間も下げ続けているという状況でございます。 こちらもね、えー、今まで5ドル円に関しては、えー、昨日の段階ですとね、えー、こちら移動平均線を割り込んでしまいましたので、まあ、少しね、えー、弱気で、えーまあ、推移していきますよというお話をしましたがこちらも合わせてですね、えー、下がってきた移動平均線に上値を押さえつけられて、まあ、66円を陥落したというところでございます、えー、65円のところですと前回の、ねえー、サポートラインがありますので、まあ、一旦はね、は、えー、簡単な反発は入るかもしれませんが反発してもやはり移動平均線 要がこれからね、上から降ってくるというところになりますと、要線が出たとしましても、この移動平均線付近、もしくはその下側でね、陰線にトレンド転換するところがあればですね、迷わずショートが取れるかなというタイミングでございますので、5ドル円もねしっかりと引きつけて、ショートを取っていくというスタンスでよろしいかと思います。4時間足見てみましょう。 はいえー、4時間半市は、ねえー、まずは移動平均線が横ばいでしたので少し、えーまあ、レンジ相場を、えー、作るかもというお話をしておりましたただ基本的にはやはり弱気相場ということなので、えーまあ、ロングを取るところよりもしっかりとボリンジャーバンドの上限付近で、まあ、ショートを取った方がよろしいですよというお話をしましたが、まあ、昨日のところではね、えー、大きな反発が入ることなくですねそのまま下がっていってしまったという状況でございます、えー、今後もね、えー、この65円付近で、えー、サポートが入るか もしれませんが移動平均線がねこれから横ばいから右下下がりに切り替わってきますので、まあえー、過去のね右下下がり見ていただければと思いますがことごとく反発しても4時間足の移動平均線に頭を押さえつけられるということになりますので、まあ、そうなった場合はね下落トレンドということでまずは65円を破った場合はね前回の63円ぐらいまでねターゲットとして下げる可能性が出てくるというところでございます少しね上昇相場に切り替わるかなというところもあったんですがすぐさまね 移動平均線の方は右肩上がりから横ばいに寝てしまいましたので、まあ、こうなってしまった以上は、ね、上昇相場はもう終わっているというところでございますのでこれから、ね、反発しても移動平均線に頭を押さえつけられる下落トレンドに、ね、入っていくんじゃないかなと思いますのでこちらも合わせて、ね、レンジブレイクしたタイミング例えば65円を割り込んだタイミングだとかあと4時間足ベースで、ね、反発しても移動平均線付近で、ね、再度レジスタンスを食らって下に下げるというタイミングでは、ね、ショートを狙っていくということで まあ、ロングは控えて、えー、あくまでもショート目線でね、えー、攻めていくというスタンスを忘れないでおけば、えーまあ、リスクを、えー、ある程度減らしてですね、えー、利益が取れるかなと思いますので参考にしていただければと思います。はい、えー、以上で、えー、5ドル円を終わりまして続いてポンド円見ていきましょう。 はい、えー、ポンド円の方もね、こちらも弱い動きに切り替わっております。まあ、今までね、比較的、えー、ポンド円の方は、クロス円の中では強い動きをしていたんですが、やはり、米ドル円やゴードル円がね、下げて、ポンドだけ上げ続けるという相場はね、やはりないかなというところでございます。えー、昨日の動画の解説のタイミングでは、まあ134円をね、上回って、まあ、比較的ね、強い動きをしていたんですが、まあ、その他、ダウが下げたり、米ドル円、ゴードル円がね、下げるということもありまして、ポンドの方 もやはりねその円高圧力に屈してしまったというところでございます134円を割り込みますとまあ一旦ねサポートで133円50線ねサポートを受けるも移動平均線と今までのね134円という心理的節目でレジスタンスその後はね徐々に下げてしまいましてちょうどねこのあたり三角フラッグという形でねあったんですが一気に今日の5番のところですね日経平均が下げたところで同じく連 レレンジブイクで下方向に行っってしままたとといいうところでございますその後、ね、反発するものの今までの、ね、サポートでありましたこの133円30銭ぐらいですねこちらの部分が今までサポートが入っていたんですが逆にレジスタンスに切り替わったということで、ね、こちらも133円50銭を回復することなくです、ね、下落をしているということでやはり下方向に行く方向が強いかなというところですね。 そして、60分足、ご覧いただきますと、こちらもね移動平均線、今までは大体横に寝ていたところが、今回の下落によって、徐々に右下下がりに切り替わってきているというところでございます。そうすれば、やはり移動平均線付近でレジスタンスが入りますので、そういったところでは、反発しても移動平均線、反発しても移動平均線という形で、ね132円から131円ぐらいまでのね下落は見えてくるかなというところでございます。 えー、合わせて、えー、ポンドの方もね、やはり、えー、引きつけてのショートというところをね、えー、意識しながら、えー、ショート目線で攻めていくというところは忘れずにしていただきたいものでございます。4時間足見てみましょう。 はい、こちらも、ね、比較的順調に上がっておりまして134円もしくは136円ぐらいで、ね、レジスタンスがありますというのは、ね、過去の動画で何回かお話をしたところでございます結局は、ね、3回ほど134円を、ね、上抜ける場面もあったんですが他の通貨、ですねポンド主導というところよりも5ドルや米ドルが弱くなってきたところを、ね、主導に円高方向に進みましたのでそういったところを受けて今までの上昇トレンドであった移動平均線を、ね 今回、割り込んでしまいましたので、弱気相場に突入かなというところでございます。こちらも上昇トレンドとね下落トレンドは明確に分かれておりまして、まあ、下落トレンドのターンはね何回もお話しております,が、えー、ますが、移動平均線は右下下がり、その下側で平均足のチャートがねレジスタンスを食らいながら下がっていくというところでございます。そして一旦移動平均線をね上抜けしますと、今度はね移動平均線、右肩上がりになりますので、えー、上昇トレンドということで、移動平均線付近でねしっかりサポート オートを受けるるこことととがでできいいうところでございますそしてまたターンが変わりましてね、今回移動平均線を割り込んだので、今度ね、反発しても移動平均線で押さえつけられるようなことがあればですね、またこのような形で下落トレンドが続くことがね、想定されますので、やはりこういった意味でもショート目線の方が安全性が高く利益が取りやすいかなと思いますので、ポンドの方も引き続きね、クロス円に関しては、ショート目線で攻めていくということをね、忘れずにトレードしていただければと思いますので、参考にしてください。 はい、えー、以上でポンド円を終わります最後にユーロドルを見て終わりにしましょう、はいえー、ユーロドルの方もね、えー、引き続き下方向でというお話をしていたんですがき、まあ昨,ねえー、昨日から今日にかけて一旦は反発する場面がございました。 昨日の動画解説のタイミングはね、た、え、い、ー、1.10を下回っているところから、えー、スタートしたんですが、えー、このあたりね、えー、少しベイ、えー、ドルがね、えー、弱くなって、えー、ユーロが強かったというところで、えー、上に上がる場面がございまして、一旦は1.10を回復する場面もあったというところでございます。えー、ちょうど東京マーケットの場面もね、えー、結構ね、えー、1.10をキープできていたというところでございますが、一気にね、えー、やっぱりヨーロッパ時間になってからですね、えー、元の位置に行って、 で来いという形でね、えー、それ以上にね今円高えー、すいませんユーロ安方向に進んでいるというところでございます、えー、これを60分足で見ていただきますとね、えー、結局は下落トレンドの中で一旦はね移動平均線をえ超えたんですがここで再度サポートを受けることができれば上昇相場に切り替わるチャンスがあったんですが、えー、あっけなくね、えー、移動平均線を超えた後すぐ割ってしまいましたのでまた元の下落トレンドに戻ってしまったという形でございますまあ上昇相場にね切り替わるチャンスだったかもしれ しれませんが、どうしてもね圧力は下方向という状況で、まあ、ユーロ安の方うが勝ってしまったというところですね。そして4時間足ご覧いただきましょう。 こちらの方もね、えーまあ、振り返ってみれば、えー、移動平均線で、えー、レジスタンスを食らってしまったかなというところでございます。やはりね、えー、今回、調整局面の、えー、この下げがね移動平均線を割り込んでしまったというところが、まあ、今回のね、下落トレンドにつながったかなというところでございます。まあえー、もしね、えー、この移動平均線付近でサポートが入っていればですね、移動平均線は右肩上がりでしたので、えー、まだまだ上昇トレンドが続いたかなというところでございますが、ここをね、明確に割り込んでしまいまして、その反発局面で 移動平均線を上抜けできなかったというところが、ね、今回の下落トレンドのスタートになっているという形になります。こちらも、ね、ターンは明確になってまして基本的には上昇トレンド、下落トレンド、上昇トレンドという、ね、ターンを繰り返しているという形でございますがゲ、まあ、下落トレンドであれば過去にも説明したとおりです、ね、移動平均線がレジスタンスになりやすいそして今度上昇トレンドになれば移動平均線よりか上側でサポートが出やすいという形になっております。今回は明確に 移動平均線割り込んでしまって移動平均線のレジスタンスをくらいましたのでこれからねしばらくの間は下落トレンドのターンという形がね非常に多いかなと思います。ただね逆転のまあ、ジョーカーと言いますかね ISM の製造業景況感指数ですねこちらで大きくトレンドが変わるチャンチャンスじゃないですね、えー、まあ、切り替わる可能性があるということをね意識しながらですねまあ ISM も予想通りであればもう少しね下方向に進むんじゃないかというところがございます。 ますこういったところはね経済指標によってトランプのねジョーカーみたいな形でね切り替わるケースもありえますがそれがなければですね基本的にはテクニカル分析的には下方向に行く可能性が強いということで1.08ぐらいまで1.09をね割り込んだ場合は下げることを想定しながらですねショート目線で攻めていった方がよろしいかと思います。一旦ね ISM で大きく動いた場合はですね1.10ぐらいで戻ってきたらショートを むというところも、えー、よろしいかもしれませんので、えー、少し今日のユーロドルは、えー、読めないところもあるかもしれませんそれはね、えー、経済指標の形でございますがまあ、そういったところはね、えー、抜きにしましてクロス円で勝負した方がよろしいかなと思いますしまあ、ユーロドルでね、えー、勝負するんであればもう少しね、えー、反発したところで1.10ぐらいまで引きつけてからショートというところの方が安全策になりますのでまあ、よろしければね、えー、参考にしていただければと思います はい、えー、以上で、えー、先進国通貨4ペア4通貨の解説を終わります。えー、今回のね、えー、動画も少しでも参考になったという方がいらっしゃればですね、いいねボタンや、えー、ツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録をしていただければ、えー、モチベーションが上がります。えー、あとね、概要欄の方に、えー、キャッシュバックキャンペーンの概要も貼っておりますので、えー、もしね、えー、海外の FX 講座を使っている方がいらっしゃればですね、えー、トレード、えー、件数、えー、トレードロットによってですね、えー、キャッシュバックするキャンペーンやってますので、よろしければご覧いただければと思います。 はいえ今回は以上でございます。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイイ